どうも、こんにちは。久しぶりの投稿ですが、これから商品の紹介していきたいと思います。これは新発売のドドとつぶぴょんですね。なんかこれ昔には出てたんですね。昔はよく食べました。で、グレープ味でカルシウム入り、保存料合成、着色料ゼロということで、いい具合のやつですね。じゃあ開けていきたいと思います。こんな感じですね。3番の粉、2番の粉、1番の粉、そしてこのタコちゃん、タコちゃん、タコちゃんで、スプーン、容器ですね。で、作り方を見ながらやっていきたいと思います。水水ポジティブチャンネル、ポジティブチャンネル、ポジティブチャンネル、レッツゴー。はい、水を入れてきました。ということで、今から作っていきたいと思います。まずトレイの1、2の穴に水を入れます。1の穴に1番の粉を入れ、スプーンでよく混ぜてソーダジュースを作ろう。滑舌が悪いですね、今日は。こんな感じですね。混ぜます。よし、オッケー。そしたら粒ゼリーの素を作ろう。水が入っている2番の穴に2番の粉を入れます。スプーンでよく混ぜてゼリーの素を作るって言って、ね、入れていきたいと思います。グレープ味なので、なんか、色ですね、色。音をよく混ぜるってことですね。粒が残っちゃうんで、こう、混ぜ混ぜしてください。炭酸みたいになってる。わかるかな、炭酸で。2つがこんな形になりました。そしたらスポイトを持ってきます。スポイトですね。で、このスポイトでこれを入れます。で、吸い取って、めっちゃ吸い取られた。根源吸い取られたら、3センチぐらい上から落とします。ポンポンポンって、ポンポンポン。ちょっと待って。ポン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 って感じで落としてます。ちょっと強めに打って、ポンポンポンって。パフパフしますね。ゆっくり押してください。ポイントは、こっちも吸い取っちゃう。こっちも、トマト、もらうべすか。いいよ、これ。たまらん。で、出来上がりました。これが出るかな。で、出来上がったら泡ソースを作ろうということで、2番の液を全て使い切ったら、3番の粉を空いた穴に入れます。
1の甘ソーダジュースを、うん、そういうことか。ここに入れるんだよね。こっちね。こっちだよ、こっち。こっちか。あ、こっちだ。それで混ぜる。で、泡ジュース。おぉ、すげえ。泡ができてきました。泡ができました。そしたら、美味しく食べよう。できた粒ゼリーをスプーンですくい、トレーのギザギザのところへ持ってって、トレーのギザギザ持ってって、ここがギザギザだからトレーのギザギザ持ってって、すくって、イクラみたいになってますけど、これをすくって食べます。ドレッシングのあれみたい、たらこマヨみたいな、うん、なんかイクラを食べてるみたいですね。ということで今回ドドピョンつぶピョンということで美味しくいただきました。みんなも買ってみてはいかがですか。じゃあね。